がいよいよスタートしました。彼は知らない、知らない、あのコミを、はい、パワフルな、あ、いいですね。1番ゲートも一発で出まして、2番の入りから3番ですね、ここ直線的に行きましたね、直線的に行きましたね、降りてます。はい、4番です。先ほどすっごい綺麗に入ったんですよ。あ、やっぱり入りましたね、ワンパドル、ツーパドル、はいはい、1本目第1位。いや、これね、今4ゲートの速さ、はい、これちょっと週間だと36秒、はい、32秒8秒、はい、10番ゲート、うわ、これもワンパス、いやー、集中してる、これもキープからワンパドル、ツーパドルですか。いや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 、こう下に向かって速い船の動きが、ここですね、次の12、13、全部フォワードになってる、フォワードです、フォワードです、フォワードです、あーっと、何が起きた、15ゲートで何が起きた、吉田選手ゴールしたが、15ゲートで何が起きた、いやー、これ今10番もそうですね。
1いいですね、もう下に下ってますけども、お父さんが飛ばしてプッとついてたら自然使わせたりしてるんで、はい、9番程度13、14、15、お兄さん、アスリートルックスですね、ちょっとタイムが伸びなかったかな、お男子もワンタッチありますね、はい、ワンタッチありますね、中間タイムとかにポイントが上げてるんですか、そうなんですね、佐藤選手もなんかもう1番ゲートか2番ゲート直線のラインで攻めてますよ、佐藤選手それこそ1本目強いだったんで、いや今ねこの2番目かなり攻めてますよ、あ4番ゲートもいいですね、いやそうですね、で矢沢選手のタイムは出てこないですけど、その前にスタート写真を次にやってください、埼玉県と佐藤選手が7番、8番に向かってますので、矢田選手のタイム出てこないですね、男子K1 の6番から、10番、6番から10番までリザルト出ています、スタート順10番までのリザルトが出ていますので確認してください、はい、埼玉県の佐藤選手 も10番に向かって10番、クリアしましたね、11番に向かっております、時間が37秒、4秒、ちょっと遅れてますけども、後半どうこのタイムをつなげていくか、11、13と14、ここですね、13から14、15、うわすっごいうまいバランス、サンダダを奥まで使ってバランス取りましたね、今14から抜けるときのサンダダ普通だったら飛んでしまうところ、